ので、6日にはこの放送がまた CS 富士の方で夜放送が決まりました。ぜひそちらの方もチェックしてください。ちなみにノンフィクション見たよという方もどのくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。本日もとね、苦しい制作期間をね、すごいもう隠すところなく、密着していただいたんですけれども、その放送の中でも何度も何度も流れました、愛の遺産。この曲は私の最愛のおばあちゃんを主人公にした曲です。おばあちゃんが今101歳なんですけれども、今も元気に島根県出雲市で暮らしています。そのおばあちゃんの、おじいちゃんとの出会いというのが16歳の時、16歳で出会っておじいちゃんと結婚して、17歳で初めの子供娘を産みます。そして19歳の時に一足先に島根県出雲市にお仕事で渡ったおじいちゃんを追いかけて、おばあちゃんも島根にやってきたんですね。そしてもうおじいちゃんが亡くなって39年経つにもかかわらず、おばあちゃんは毎朝毎晩お仏壇のおじいちゃんの家に向かって愛を唱えている。その姿に、感銘を受けてこの曲を書きました。一昨年の夏、島根県の世界遺産岩見銀山という銀を掘る坑道を歩いている時に、この曲のメロディーが、旅のメロディーが降りてきたんです。ならば島根で生まれた曲だから、せっかくならおばあちゃんが生きているうちにこの曲を仕上げようと思って書きました。世界遺産で生まれた曲なので、この曲のタイトルを愛の遺産と名付けました。おばあちゃんの愛の歴史、聞いてください。